ください。から衣装合わせをします。こんにちは。歩き方、歩き方、ペンギンみたいになってる。白ではないっていうのがなんかいいかもね。いいやん、これ、うん、これかわいい。これちょっとあんま好みちゃうわ。あ、すごい、後ろすごい。これがかわいいやろ。これベルトもなんか後ろがいいね。後ろめっちゃかわいいね。さっきのも背中かわいかったけど、こんなんなかなか着ることないよな。感じ。ありがとうございます。明日お願いします。まあ、明日はハッカさんの事務所で衣装の打ち合わせをやりました。結構即決だったよ。めっちゃ私迷おうと思ったけど、合うものを選んでもらって、あと雨の日でも行けるドレス選んでもらって、もう社長がね、もうこれや言って決めました。というわけで今からホテルにチェックインします。もうやばい、嵐よ嵐。肌着でこの人この後外うろつこうとしてる。いけてるやん、肌着やん、全然な。今、うん、おお。というわけでね、今から今すっぴんになったんでね、行ってきます。リップ何色系がいいですか？本当に大人っぽくしたっていいですか？結構大人っぽくでお願いします。はい、すごいね。どう赤っぽい感じ。もう雨で嵐でもうこんなん着れない今のうちや。まつげが固まってる。どういうこと？わあ、すごい、横もかわいい。ありがとうございます。すごい一気になんかさ、なんかウェディング感出るね、ブーケって。おお、なんかふわふわ。これちょっとボヘミアンっぽい。おお、これちょっと大人。大人っぽい。うん、かわいい。うわあ、どうしよう。どうしよう。全部いいんだけど。おお。ちょっとさ、すごい。この方が邪魔しないかな。うん、いいやん。これでいいやん。これ。どうしよう。これもいいね。こっちにしよう。オッケー。はい。はい。こっちにします。まあ耳はこれに決まりで。しようか。オッケー。はい。助かります。
しまったんです。すごい雨雲消えた。おお、よっしゃ。そう、もう全然もう何も気にしない。ありがとうございます。すごいね。ちょっとこの腕取っていいですか？ぜひ取ってください。この腕の球が入るか。どうだ。はあって感じですね。なんか僕のイメージでさ、雨はもっとしっとりとしてて、二人がこう抱き合ったらこう、しっとりしたかなと思って、走って逃げるしかなかったですね。逃げるしかなかったですね。よっしゃ。月が出てる。さあ、今日の夜ご飯は赤ハッカさんでおすすめしてもらった焼肉屋さん島牛に行きます。ラストオーダーがもうあと20分15分後だ。これ石垣牛？うん。雑炊でやってみてどうだった？大丈夫。ちっちゃい。あ、子猫。子供か。うん。